彼のスピリチュアル施術を受けた女性のインタビューを載せてたんですけど、かなりデタラメだなと思いました。実際には彼のスピリチュアル施術は素晴らしいです。で僕が抱えている問題を彼を直してくれましたで。実際には僕はですね、えー、小林麻也さんの夫の、えー、明さんのスピリチュアル施術を受けてないんですよ。事実としては受けてないんですけども、その施術を受けてないといった事実が、 事実ではなくなっていく力をですね、僕は彼のスピリチュアルな YouTube から、えー、学んだんですね。要するに、事実が事実ではなくなっていく。その事実が事実であるがゆえに、その事実が事実によって事実ではなくなっていく流れを事実と呼ぶと。 結局、その事実ってものを決めてるのは何なのかって言ったときに、スピリチュアル的な考え方でいけば、宇宙の力によって事実が事実となっていくんだと。だとすれば、私が持っている事実、目の前にある事実は、事実が事実であるがゆえに、施術を受けていないという事実すらも事実になっていくと。事実が連続していくと。結局、ここにある嘘という事実は、嘘ではないという事実に宇宙からの力によって変換されていくと。その事実が事実となって、事実であるがゆえに、事実であれに、事実ではないと。事実ではないことも事実であると。 感じですね、私の中では変換されていくそういったスピリチュアルな力を身につけてくださった彼の YouTube は素晴らしいです。